ファルメテが解散して、もうそれに伴って元同僚で社長であったメグインさん中心にいろんな YouTuber がいろんな憶測とかそういった動画を出す中で、 D チャンネルはわざわざこんなこういった辞書とか用意して真実を話しますっていかにもこう含みを含ませた題名で視聴者を釣って、中身はただただ辞書に載っている真実っていう意味を言うだけっていうしょうもない動画出して、これがねちゃんとそういった出来事に対してコメントする動画だったらいろんなコメントついたと思いますよ。それがああいった出落ちの動画を出した、どうコメントするのそれ、もう視聴者泣かせですよ。ちゃんとコメントする動画だったら私はこう思います、いえいえ私はこう思いますみたいな感じのいろいろ議論がコメントで出てくると思うけども、そういった動画を出すことによってくだらないしょうもないそれ繰り返すだけですよ。実際コメントありましたよ、そういう喋らなきゃいけないタイミングでふざけた動画を出すから視聴者が増えないんだって。需要と供給というのは全くあなた分かってないんですよ。はい、そうですね、もともとこのネタっていうのは前々から考えていて、でまあそういったことが起こった時に、あ、出すならこのタイミングで出した方がまあより注目されるんじゃないかっていうので、まあ出しまして、やっぱまあ喋る動画とかもありますけども、ちゃんとコメントする動画とかありますけども、やっぱ基本的にはやっぱそういった時こそなんでしょう、そのネタを出せるようなチャンネルでありたいっていうか、はい、いやそうやってね自分が良ければいいっていうスタンスで、それで売れてるならまだいいですよ、それでバズってるならまだいいですけど、もう5、6年経って急上昇に乗ることも1回しかできてないチャンネルってただただダサい。